リオタハタチ。はい、どうも毎度おなじみリオタハタチでございます。よろしくお願いします。ここはね、船がいっぱいあって、多分魚を釣りに行くための船だと思うんですけど、でこの周りにこうやって今あったように魚が売ってたりして、マグロも結構置いてあって、はい、魚の街っていう感じがしました。でこれから、はい、マタイース、噂のマタイースのお姉さんのお家に向かいたいと思います。今日も最後までよろしくお願いいたします。はい、カンカン行ってもね、右左しっかり見て渡っていくスタイルで、はい、今回も頑張っていきたいと思います。はい、スリランカは仏教の国ですね。国民の約8割ぐらいが仏教徒です。で、バス停から約20分ぐらいしたところで、マタイスのお姉さんの家に着きました。で、お姉さんの旦那さんは空軍ですね。なので僕らが海軍なので、ちょっとライバルというか、この間も試合しましたね。ブルーイーグルスっていうところがエアフォースのチームです。はい、でかなり美味しいご飯をいただきました。チャーハンと、これチキンカレーですね。で、これ玉ねぎの和え物みたいなやつ。で、コロッケみたいなやつ。そしてダールカレー。で、彼女がマタイスのお姉さんです。ちなみにマタイス、今29歳で彼女はいません。で、これマタイスのお母さんですね。後ろに見えるのがマタイスのお父さん。で、マタイスのお姉さんの子供ですね。めちゃくちゃ可愛い。最初は泣いていたんですけど、僕らを見て。この30分経ってからもうこの笑顔。天使ですね。実はね、このお兄ちゃんがいるんですけど、お兄ちゃんはこの日ずっと隠れてました。妹の方がちょっと積極的に絡んできてくれました。心がだいぶ癒されましたね。で、今ここがマタイスのご両親が住むお家を作ってる途中のところを拝見させてもらいました。もう海から本当もう30秒ぐらいで、まあ、庭もすごい広くていろんな植物育って、右側に、テンプル、お寺があって、左側に学校があるみたいな、そういう感じで、この敷地の中にもいくつか建物があって、そこでみんなで暮らしているような感じですね。はい、前まではここに住んでいたそうなんですけど、今はもう住んでなくて、さっきの家に住んでるみたいな感じです。で、庭でこういう苗、なんて言うんだろう、こういうの作ってていいですね。素晴らしい。はい、ここから30秒ぐらい行ったところにもうすぐビーチがあるような感じで、はい、ここから寮に連れてってもらう約束をしていたので、で、ここ今見えている細長い船で漁に出ると。で、4時半ぐらいに出るからちょっと待っててという感じで、今準備をしている最中です。はい、で、水がね、水というかこの海の水がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。見てわかるとは思うんですけど、まあ S ランクですね。 S ランク通り越してもうその上って感じ、超綺麗でね。この後ね、嵐が来るんですよ。この雲がね、物語ってると思うんですけど、一旦嵐がバーって来て、で、近くの家の屋根があるところに避難してもらいます。で、ここで、まあ、ミルクティーとか出してもらって、もうすごい良くしてもらって、まあ、猫も雨宿りしてるような感じですね。はい。で、1時間ぐらい雨宿りして、晴れてきたので、まあ、漁に出るという感じで、こんな感じでね、網を張って、で、翌朝にこう仕掛けたのを取って、まあ魚をこう売ってっていう感じですね。はい、まあどれだけ釣れたかは僕らは分かんなかったんですけど、まあいっぱい釣れるようにって祈っていたので、多分いっぱい釣れてると思います。でね、この後ろの雲がまたやってきてね、帰りはもう嵐の中帰りました。お前俺で帰るよこれもう勢いよく飛び込んだものの、船からこんなに、船がこんなにね、登りづらいとは思ってませんでしたね。はい。もう腕パンパンになってちょっとギブアップしてね。もうこの後泳いで帰りました。きつかった。
まあ泳いでは帰んなかったんですけど、はい、この人にあげてもらいました。で、この日に釣った魚じゃないんですけど、またイスが午前中に買っててくれたみたいで、その魚をアルミホイルでこうグリルして、味付けはガーリックと塩とでレモンをかけて食べるみたいな感じで、匂いがもう最高。はい、タイみたいな魚かな、ちょっと白身魚系で、で脂もめちゃくちゃ乗ってて、食べたことのない、今までで一番美味しい魚食べました。ありがとうございます。はい、第2章はここまでという感じで、次回もまたよろしくお願いいたします。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回第3章でお会いいたしましょう。バイバイ。相席食堂やってるから、相席選手食堂こんな